はい、こんにちは、クラウノです。はい、ところです。今回は、はい、テリアの、ブランドの1回目の会議が今終わったって、はい、まあ、ちょっとご報告していこうかなと思うんですけど、朝からね、今日は、新しいブランドってどういうふうに作られていくのかなみたいな、そんなことを見てらっしゃる方が、こういうふうな順番で作っていくのかみたいな、の分かっていただければ嬉しいかなって思うのと、僕らは僕らでこれはまた一つの記録になるんで、そうですね、後から今までないですからね、そういうのね、そう記録がね、なので、取っていきたいなと思ってて、今回第1回目 の、 そのビルドアップ、あのブランド誕生会議をやったんですけど、今回は、2つのことを決定しました。はい、1つは海外の仕入れブランドの選定。はい、テリアって3つの柱で、構成されますっていう話も前回させてもらったんですけど、一つがその海外のブランド、そしてもう一つが国内のブランドからの仕入れ商品ですね。それと我々のオリジナルのテリアのオリジナル商品、はい、この3本の、コンセプトで、で家の中でも外でも、どっちでも使える家具および雑貨っていう、ブランド設定にしてるんですけど、はい、今日は海外からの仕入れブランドの選定をさせてもらいました。で、仕入れブランド の、 結構量があったんですけど、シャーロットさんにね、はい、送ってもらって、シャーロットさんっていう、ブランディングマネージャーを置いてるんですけど、パリに在住なんですけど、彼女から、届いたんで、それを見て今ね、そうで、それを見て、じゃあこれしようかあれしようか、でももちろんシャーロットさんもこれはもう激推しとか、はい、そういうのをいただきながら、それをやって、いいのありましたね、いっぱいね、すごいいいのがあってさすがシャーロットさんだなっていう、で、それでできて、ピックアップさせてもらって、で、決まっ、これからの、そのパリ の、 その企業との、シャーロットさんを通していろんな、はい、なんていうの、交渉、っていうのがやっぱこれから入っていくんですけど、それをしっかりやっていこうっていう、これが1回、1つ決まりました。で2つ目はテーマカラーっていうか、ブランドカラーを今回ちょっと、大事決めさせていただいて、はい、メインカラーが、じゃあ所さんの方から発表してください。いいですか、はい、メインカラーはキャメルと黒と白。そうですね、黒白は補完色なんで、メインカラーはキャメルで、あと黒と白を駆使しながらそのキャメルをうまく使っていく、キャメルってね、僕は好きですよね、そう、思い入れがすごく深くあって、やっぱりその、上品な色っていうと、ブランドものっていうとそのキャメルっていうイメージがやっぱりすごく大きくあって、素材としてもね、そう、カバンとかバッグとかのお財布とか素材を大事にするそのブランドで、大抵、白っていう、黒とキャメル、キャメル多いよね、だからね、かな、革とか、そうです、そうかな、そう、だからあとは何ていうかアウトドアの色っていうのもあるんで、 そうそのキャメル、サハラとかサハラ砂漠の、あれ何ていうんだっけ、洋服、キャメルなの、なんだっけ、なんだろう、サハラじゃなくてラクダじゃなくて、サファリ、サファリそう、サファリ的なそのニュアンス、でキャメル、そうそうそう、だいたいキャメルってラクダでしょ、ね、だからやっぱりサハラ砂漠のイメージだよね、確かに。でもグリーンとも合うしね。そう、キャメルってね、結構いろんな色とその親和性が高くて、グリーンってもちろんその植物のグリーンとも合うし、はい、あと白黒ももちろん合うし、あとゴールドとも相性がいいんですよ、確かに。なんで、今回のその、テリアの、ブランドカラーはキャメルっていうことで決定しましたので、ご報告させていただきたいと思います。はい、ロゴはこれからですね。まだロゴは、
またこれから2回目の会議でロゴとか決定していくと思いますので、うん、また続けて、はい、ご報告できればいいかなと思います、はい、というわけでとりあえず今回は、こんな感じで、1回目の、ブランドのビルドアップ会議が終わりました。決定事項は2つ決定しましたみたいな話をさせていただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。